いいね情報局オンキングナイトの時間となりました。本日も30分セガレスと共に生放送でお送りいたします。皆様こんばんは。こんばんは。メインパーソナリティを担当しますのは、はい、今宵は私魅惑の女マナがお送りします。はい、はい、アシスタントの、はい、でございます。はい、よろしくお願いします。そして、はい、今日は一緒にね、はい、ナビゲーターのような形で、はい、ご一緒します。はい、ゲストのお一人でございます。はい、早速ご紹介したいと思いますが、はい、マナさんからご紹介いただけますか。今日はね、素敵な女性がもう一人ねいらしてるんですね。はい、あのバイオリニストの柴田奈穂さんです。こんばんは、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。リモタメディはね、このオータイムの間2度目もご出演する。そうですね、前はね、またあのピアニストね、はい、はい、ね、一緒でしたね。はい、はい、今日は、はい、あのちょっとね、宣伝したいことが、うん、もう大々的にちょっと皆さんに宣伝したいことがありました。
しいですね。素晴らしいですね。じゃあもう行きますか。次行きますか。では、はい、せーの、オーパンのナイン。さあ始まりましたね。今日またスペシャルゲスト、もうずっとねちょっとね前であの拍手と掛け声とをしてもやったんですが、今日のスペシャルゲスト、はい、マニュエル先生とみどり先生のペアです。はい、こんばんは。なんかねエマちゃんがだいぶねあの緊張させてるという。すごい緊張。なんかね顔までばっかりちょっと可愛らしい感じにね。じゃあそのこと言ってね。言ってね。はい、どうもよかったです。ラジオねずっとね出てきた、ね、いただきたくてねあのオファーもとってもたくさんあったんですけどありがとうございます。ありがとうございます。はい、ね、で今年ねアジアチャンピオンになった。素晴らしい。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、どうでした、ちゃん大会は。うん、緊張した緊張した。すごいだった。ね、すごいだった。うん、なんだっけ、すごい、なんだっけ、楽しいね。楽しかった。すごい楽しかった。よかったですね。なんか2人のパワーがねやっぱり会場に伝わったと、はい、聞いております。うん、嬉しい。ね、おめでとうございます。ね、せっかくお二人にねやっぱ来てもらってるので、普段はやっぱりなかなかそういうことを知れ、ね、知り得ない2人のルーツとかね、そういうことにちょっと触れていきたいと思うんですね。で、エマちゃん、はい、ね、エマちゃん、エマちゃん、はい、エマちゃん、はい、出身はどこでしょう。私アルゼンチン人です。そうですね、それは知ってますよ。そうそうそう、そうでしょ、もちろん当たり前。ブエノスアイレスだけど、うん、なんだっけ、ブエノスアイレスのセンターから1時間ぐらいで、だからあのサラテです。サラテの人です。都市なんですよね。サラテっていう都市はね、なんか結構いっぱいね、いいダンサーとかね、ね、学校とかもあるんですよね。そうそう、あそこはあのすごい、ダンゴは有名なところ。有名ですよね。そう、一番の有名なところはサラテです、うんうん、ね。そう、あの今いるね、クリスチャンとか。あ、クリスチャンとか、まあ、今ゴンサロとか、ね、そう、そうそうそう、そうとか、シモンもとか、うん、とダビちゃん、ダビちゃん、そう、ダビちゃん、うん、あ、ダニエル、ダニエル、ダニエルね、今関西で結婚されて、そうそうそう、すごいね。あれパパになったダニエルさん、すごいね。ね、大人になった。ね、大人。ね、みんなサラテ出身ですね。そういう有名な町で、あのね、の出身なんですけど、なんと何歳からタンゴをやってるんですか、みちゃんは。うん、14歳から。14歳から。そう、うん、きっかけはどんなきっかけだ。きっかけだ。うん、なんで始まった？ね、あの、本当はあのお姉さんタンゴを始めたいから、その時は彼女はあの私にあの、あ、一緒に行くかなと思う。そう、でも私やる時は子供、うん、子供だったからちょっと、でもタンゴちょっと大人のダンスみたいね。でもその行ってから撮って、レッスン撮って、すごい声になった。すごいになった。声になった。声になった。そう。やっぱり他のダンスと全然違いましたか？そう。本当違う。本当違う。本当違う。エマちゃんだって他のジャンルのダンスもいっぱいやられてるね。あ、そうそうそう。あの、シャンダンスとか、バレとか、ミュージカルとか、あとラティンも。ラテンダンスも。もちろん。ラティンだから。ラティンだからやっぱりラテンダンスを。で、それがもう8歳とか。6歳とか？そう、8歳からダンスです。やっぱそれがお母様とかが好きだ。そう、ママすごい踊りが好きから、うん、お母様もなんかやってたんですか？違う、あ、パパじゃない違うママはあの、うん、なんだっけ、ナースナース、あ、看護婦さん。そう、あ、ママ看護婦さん。そうそうそう。パパは？パパは？パパはあの、ポリス。あ、ポリス。全然カバ踊らない？踊らない。踊らない。踊るポリスマンって言いましたよね。そうなんですか。そうね。そんなね環境でね、ママがやっぱりダンスが好きで始めて、うん、そっかで、あの、タンゴをね、うん、もうすぐ魅了されたんですね。でも子供の頃にね、そのタンゴが、うん、の魅力が分かるってすごい、もうすごいすごいと思います。あの、そうかな、そうかな。でね、ここでね、ちょっとエマちゃんの好きな曲っていうのを今日用意してもらってるんですね。そうです、うん、これ曲名はナバ。ナバ。
ちょっと皆さんにも聞いてもらいましょうかね。はい、はい、お願いします。悲しいの曲、悲しい恋の曲だけど、でも悲しいの恋。そう、その人はあの、なんだっけ、彼はあの、なんだっけ、自分のところ戻った時は、彼の彼女、亡くなりましたから、お亡くなりになったことね。だから、ちゃんと彼はすごい悲しいの気持ちやったね。でも、私の頭の中はそれがちょっと違うの意味あるもん。あの、どんな、いつもあのライフの人生ね、そう、気持ちはいろいろ変わりだね。だからもう、例えばね、ダンサーのライフでいろいろなところ行くとかでしょ。そうね、だから仕事のところ戻るはちょっと気持ちが違うもん、ね、だから例えばね、あの、気持ちとか友達とかね、みんなが違う、変わっていくね、みんな変わっていく、だからそれは私の、意味だね、意味ね、人生ね、なるほどね、そういう意味で奈良は好きなんだね。そうですね、なるほど。さあ、ここで今度はちょっとみどりさんね、みどりちゃんの方に入ってきてますね。みどりちゃんの出身は、まあ、名古屋ですね。名古屋、はい、名古屋、美味しいものが、ね、たくさん、一級グルメとかいっぱいあります。なんかそのイメージ、私のね、おじいちゃんも実は名古屋出身なんですよ。そうなんです、愛知県出身で、はい、そうなんです、ルーツが、はい、だからあの、赤味噌とか大好きです。はい、もう味噌汁は赤しかないですね、子供の頃は。私はほら、あの、群馬は父なんですね、で、母方の愛知なんで、群馬に行くと上州味噌なんですよ、はい、まあ、白味噌と米麹の味噌とか合わせ味噌みたいな。で、おじいちゃんの方に来ると、今度赤味噌が出てくるんですよ。そうですね、子供心にね、もんで味噌汁が出てくる。そうって思ったんですけど、で、いいとこですよね。いいとこです。で、やっぱり小さい頃からね、みどりちゃんもいっぱいいろんなダンスを、はい、まあ、ちゃんと一緒にね、いろんなダンスをしていた。やっぱり最初はクラシックとか、何を6歳からクラシックバレエ始めて、その後新体操やったり、新体操、ジャズダンスもやったし、ヒップホップもやったし、コンテンポラリーもやったし、もうありとあらゆるものをしてたんですね。はい、で、ディズニーの方でね、はい、ダンス、ね、大学がダンス科出て、そのまま就職がダンサーになりたいなと思った時にディズニーに乗ってて、まあ、1年ぐらいやって、まあ、その後はアーティストさんのバックダンサーとか、アイドルの振り付けとか、ミュージカル出たりとか、ミュージカルとか、エマちゃんと一緒ね、ミュージカルね。なるほど。いつからタンゴやってたの？2010年頃ですね。2010年頃ですね。やっぱりエマちゃんと一緒ですかね、恋に落ちました？そうですね、なんかそのミュージカルの仕事の中で、一個タンゴの振り付けがあったんですよね、仕事で、その辺からちょっと気になっていて。ああ、なるほど、はい、で、あのヒップホップとかのダンスってちょっとだんだんこう世代交代していくので、私タンゴは一生踊れるかなと思って、あ、ね、一生踊りたい、一緒に踊りたい。確かにね、確かに、ね、でもね、向こうとか行くと本当にもうおじいちゃんもおばあちゃんも素敵ですよね。すごい素敵ですよね。なりたいな。なるほど、私もそれはすごく感じました。ね、ますよね、一生通じてのね、で、またその、エマちゃんじゃないけど、こう人生が、それにまたちょっと見えるじゃないですか。あ、この二人、そういうふうに過ごしてきたんだろうなとか、なんかそれがまた素敵ですよね。じゃあ、今度ね、みどりちゃんの好きな曲をね、持ってきてもらってるんですよね。この題名が、エル・ウルティモ・カフェ。はい、ではちょっと皆さんに聞いてもらいましょう。はい、お願いします。
para su río Mira, en la cuchara de café El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo de poco sin razón te escucho sin responder Lo nuestro terminó dijiste un adiós de azúcar y de miel Lo mismo que el café que el amor いい曲ですね。私も大好きですね。この曲はなんで何か最初に踊ったのが山ちゃんとなんですけど、そのブエノス2015年に行って、それからなんかサラッテのテレビの、テレビ番組になんかちょっと出る機会があって、その時に初めて2人でグッと踊った曲。思い出した。今ね思い出したね。組んだきっかけっていうのはあのバネッサの紹介だったかな。そうですね、バネッサ。あ、こんな私もいたよね。その時はね、いました。そう、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 一緒にいたんですよ。そう、そう、で、エマちゃん紹介してるの見てる。そうなんですか。そう。ね、で、二人でね、みんなで旅行とか旅行っていうか、はい、ね。ティグレに日帰り旅行に行きましたね。そう、アルゼンチンに行ってきて、ね、そうなのか、楽しかったね。ね、アルゼンチンティグレとか行ってないもん。確かに。そう、そんな楽しい。ね、エマちゃんに泊めてもらい、そうなんですね。楽しかったよね。そんな思い出が実はあるんですよ。で、今度。世界大会に2人で出場されてるんですよね。はい。ね、2015年と16年と2年か。で、その曲がエルマルネ。ね。そうです、ね。これはどんなやっぱり思い入れがすごい。初めて2人のオリジナルの振り付けっていうのがエルマルネだったので、すごく練習頑張ったのすごい覚えてます。あの時なんか。3ヶ月ぐらいでアルゼンチンで遊んでたね。そうだよね。そうだよね。練習のため。練習のためね。なんかバスで携帯取られたのってこの頃だっけ？あ、そうです。そのブエノスに住んでてサラテまでバスで行かなきゃいけないんですけど、バスで練習しに通ってたんですよね。で、そう携帯取られましたね。窓から手が伸びてきたって。私もいたんで、愕然として。バスの乗ってると外から手が伸びてくるんだ。私も2015年にブエノスで携帯取られてます。一緒です。全く一緒です。私も今日携帯取られてますからね。あ、そうですか。そう、あれがね、自転車のあの男の子に取られました。恥ずかしいじゃん。恥ずかしいじゃん。みんな見られてる。あのイオンスタジオってあるじゃないですか。レコーディングのスタジオ出たのが深夜で、それで危ないじゃないですか。あのね、音声のあたり。私は主人だけど、でも、そう、私は一番の。私も音声で撮られる。あ、やっぱり。私も。あ、みんな同じとこで撮られる。でも、私なんか昼間よ。私も3時。昼間ですね。皆さん一回したらね、ちょっと気をつけてくださいね。はい、じゃあ、ここでね、世界大会で踊ったね、エルマルネ曲ね、一生懸命頑張った。その曲をちょっと聞いてもらいましょう。
うん、私もこれ踊ったことあるんですけど、いい曲ですよね。これが燃えるよね。2人はこれからもね、ちょっとあの目指しますか、世界大会は、うん、やりたいですね。やりたい、やりたい、頑張ろう、頑張って頑張って。じゃあね、これからね、誰かあの活動なんですけど、あのまあそれぞれでやったりね、2人でやったりしてると思うんですけど、どんなところを見たらわかるかな、ね、そうですね、まああの2人で水曜日にクラスをタンゴソウルさんがやっていて、まあ、あとはあのショーとかデモンストレーションとかもいろいろあるので、まあ、2人のフェイスブックもあるし、私のホームページもあるので、チェックしていただければ、皆さんね、うん、ぜひこの旬な2人のレッスンをね、ぜひぜひ受けてくださいね。さあ、で最後にですね、2人がこれからやっていきたい夢というかね、それをちょっと一人ずつ聞いてみましょう。エマちゃん、エマちゃん、エマちゃん、いいじゃないですか。はい、なんだ、もちろん、うん、まだ踊りたいだよね。踊りたいね、そりゃそうよ、もちろん。うん、でも、なんだっけ、もちろん、うん、もうあの日本は一番好きなところを日本で住みたいけど、うんうん、でもまだいろいろなところ行きたい。行きたいね。そう、もちろん。そうそうそう。そう、あのもちろんお仕事と遊びと、遊びと、もちろんでしょ。でもね、それ大事ね、人生で大事ね。はい。みどりちゃんは、そうですね。はい、私もそう、世界でお仕事もしたいし、遊びももちろんしたいけど、うん、あとはもう一つはあのアジアチャンピオンっていう夢は一つ達成できたので。うんうん、日本のあのエセナリオの人口を増やしていって、ね、もっと強化していきたいですね。ね、やっぱりね、あの今サロンのね方もだいぶこう熱が入ってきて、エセナリオをねもう少しこうね、うん、盛り上げたい、盛り上げたいね、特に男性。ね、もう本当にこの熱くこう煮えたぎるようなね、あれを少し皆さんにもね、うん、あの味わっていただきたいですよね。はい。はい、さあ、ひじぺさん。はい、はい、うん、こんな壮大な夢を持った2人、はい、はい、素晴らしい。でも時間がね、そうなんです、迫ってきましたよね。早い早い早い。で、改めてね、本日のゲストを、そうですね、はい、今日はのスペシャルゲスト、エマニュエルとみどりさん、はい、はい、でした。ありがとうございます。そして島田バイオリニストの、はい、今日見ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございました。はい、実はね、今度の、はい、今月も、はい、このレンボタウン FM で、はい、第4日曜日、はい、またね、来ていただいて、はい、お邪魔させていただきます。ブエノスアイレスのこのマリアシリーズで40分間かけて、はい、いろいろお話をすると、はい、ぜひ第4日曜日、はい、18時20分から、はい、19時までと。ということで、はい、はい、ということでございます。はい、まあ、それでは、はい、はい、皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。